それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。大徳オンカム好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく大徳オンカム行きました。続いて前へ行くのはサンティテソーロ、ドゥーアイズ。後方から前に戻りましょう。先手を取ったのはイティネラートル、モリアーナ、それに続きます。その隣に大徳オンカム、ムーンプローブ、それに続いています。内からは新緑化アリスベリテ、そのうちに続いています。さらにはウンブライル、赤の帽子、サンティテソーロ、その後ろアロマデローサ、この馬もこのグループ。その後ろからはミシシッピテソーロ、その外にブトンドール。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。前はイティネラートル、2番手はライトクオンカム、モリアーナ、3番手、後続も追い上げていきます。さあ先頭はイティネラートル、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はモリアーナ、外から新緑化、内からアリスベリテ、あと 200m、 先頭は依然としてモリアーナ、2番手は新緑化、モリアーナ先頭だ、モリアーナ、モリアーナ1着、2着にはどうやら新緑化、勝ったのはモリアーナ、このレースを制したのはモリアーナ。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。大徳オンカム、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく大徳オンカム行きました。続いて前へ行くのはムーンプローブ、ドゥーアイズ、どうやら後ろからになりそうです。先頭に戻りましょう。大徳オンカム先手を取りました。内からはイティネラートル、その外からムーンプローブ、並んで14番モリアーナ、すぐ後ろにブトンドール、その後ろにアロマデローサ、その隣にウンブライル、新緑化、すぐ後ろアリスベリテ、そのうちに続いています。その外にサンティテソーロ、青の帽子、ドゥーラ、その後ろ。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。さあ先頭はまだ15番ライトクオンカム、2番手はイティネラートル、モリアーナ、3番手、後続も追い上げていきます。さあいよいよ直線の攻防。大徳オンカム先頭、外からモリアーナ、大徳オンカム先頭、さあブトンドール一気に来た、残り 200m、 ここで先頭変わってブトンドール、新緑化抜けた、新緑化先頭、新緑化わずかに新緑化体勢有利。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。どの馬が先頭に立つでしょうか。大徳オンカム前に行きそうです。ドゥーラ、それに続いています。さらにはイティネラートル、14番モリアーナ、その後ろ。先手を取ったのは大徳オンカム、これに続いてムーンプローブ、黄色の帽子、ブトンドール、その後ろ、すぐ後ろに新緑化、並んで6番サンティテソーロ、アリスベリテ、そのうちに続いています。その隣にアロマデローサ、ウンブライル、この馬もこのグループ、ミス横浜、すぐ後ろ、並んで16番ラベル、すぐ隣にリバティアイランド。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。ここでイティネラートル先頭に変わりました。大徳オンカムほとんど差がありません。モリアーナ3番手、後続集団も追い上げにかかります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。イティネラートル先頭、外から勢いよくモリアーナ先頭、モリアーナ先頭、残り 200m を通過して、北ウイング先頭だ。2番手はサンティケソーロ、北ウイングでなる、北ウイング、わずかに北ウイング、体勢有利。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ先手を奪うのはどの馬か。イティネラートル前に行きそうです。大徳オンカム、それに続いています。さらにはモリアーナ、13番ムーンプローブ、その後ろ。先手を取ったのはイティネラートル、ブトンドール、それに続きます。ドゥーラ、すぐ後ろ。その隣に新緑化、その横にサンティテソーロ、
すぐ隣にアロマデローサ、フンブライル、この馬もこのグループ、すぐ後ろにアリスベリテ、すぐ後ろにミシシッピテソーロ、並んで12番ミス横原、その外にリバティアイランド。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。前はイティネラートル、2番手はライトクオンカム、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はイティネラートル、モリアーナ続いています。4コーナーをカーブして、さあこれからです。モリアーナ先頭、内からぐんぐんとラベル先頭、外から接近ブートンドール、残り 200m を通過してラベル、さらに足を伸ばす。2番手はブートンドール、ラベル先頭だ、ラベル1着、2着にはどうやらリバティアイランド、ラベル見事このレースを制しました。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。サンティーテソーロ、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してサンティーテソーロ花に立ちます。その後ろからはライトクオンタム、この馬も上がっていく構えです。さらにはイティネラートの14番モリアーナ、その後ろ先手を取ったのはライトクオンタム、ブートンドール、それに続いています。並んで13番ムーンプローブ、これに続いてルーラ、その隣に新緑化アロマデローサ、そのうちに続いています。白の帽子アリスベリテ、その後ろ並んで4番ウンブライル、並んで11番ミシシピテソーロ。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。ここでサンティーテソーロ先頭に変わりました。イティネラートルほとんど差がありません。後続集団も追い上げにかかります。4コーナーカーブから直線コースに向きました。サンティーテソーロ先頭、リードは2馬身から3馬身、ライトクオンタム懸命に追いすがります。残り 200m、 サンティーテソーロ意地を見せる。残り 100m、 一気にリバティアイランド、リバティアイランド、かわす、リバティアイランド、リバティアイランド、1着、2着にはどうやらラベル、3着にモリアーナ、勝ったのはリバティアイランド、このレースを制したのはリバティアイランド。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さて何が行くのでしょうか。アロマデローサ前に行きそうです。ルーラそれに続いています。北ウイング、どうやら後方からの競馬、先頭に戻りましょう。イティネラートル先手を取りました。その外からライトクオンアム、さらにはモリアーナ、並んで10番ブートンドール、すぐ後ろにムーンプローブ、その隣に新緑化アロマデローサ、そのうちに続いています。白の帽子アリスベリテ、その後ろその外にサンティーテソーロ、並んで8番ルーラ、内からはウンブライル。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。この辺りで先頭が変わりました。ライトクオンタム、イティネラートル、ほとんど差がありません。モリアーナ3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあいよいよ直線の攻防、ライトクオンタム先頭、後続も横いっぱいに広がっている。ここで先頭変わりました。先頭はラベル、残り 200m を通過してラベル伸びてきた。残り 100m、 2番手はウンブライル、ラベル先頭だ、ウンブライル、わずかにラベル体勢有利。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。ライトクオンタム前に行きそうです。ブートンドール、それに続いています。さらにはモリアーナ、3番イティネラートル、その後ろイティネラートル先手を取りました。これに続いてムーンプローブ、並んで8番ルーラ、サンティーテソーロ、この馬もこのグループ新緑化、すぐ後ろ内からはアロマデローサ、その隣にアリスベリテ、その外にウンブライル、すぐ後ろにミシシピテソーロ、その外からラベル、その後ろにミス横原。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭は依然として3番イティネラートル、2番手はモリアーナ、ライトクオンタム3番手、後続集団も追い上げにかかります。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭に立ったモリアーナ、外からサンティーテソーロ、内からアリスベリテ、残り 200m、 サンティーテソーロ追い上げてきた。サンティーテソーロ抜けた、ウンブライルかわす、ウンブライル、ウンブライル1着、2着は微妙です。ウンブライル見事このレースを制しました。
それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。サンティペソール好スタートを切りました。新業機関この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してサンティペソール花に立ちます。その後ろからは新業機関この馬も上がっていく構えです。北ウイングどうやら後ろからになりそうです。それでは先頭から先手を取ったのはイーティメラートル、その外にライトクオンタムサンティーテソーロ、そのうちに続いています。青の帽子新業区間その後ろモリアーナ、すぐ後ろウムトンドール、それに続いています。その隣にアリスベリテ、その外からムーンプローブ、並んで8番ルーラ。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。前はイーティメラートル、ライトクオンタムほとんど差がありません。新業区間3番手、後続も追い上げていきます。さあ先頭はイーティメラートル、イーティメラートル先頭、外からライトクオンタム先頭、新業区間追いすがります。オリアーナいい足だ、ここから勝負をかけます。残り 200m を通過してオリアーナ先頭、2番手はリバティアイランド、オリアーナわずかに、オリアーナ体勢有利。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはリンゴライル、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくリンゴライル行きました。続いて前へ行くのはインティメラートル、さらにはライトクオンタム、6番サンティーテソーロ、その後ろ先手を取ったのはインティメラートル、その後ろからはモリアーナ、すぐ後ろにブトンドール、その隣にムーンプローブ、これに続くのが新緑区間、並んで8番ルーラ、アリスベリテ、その前に進出白の帽子アロマデローザ、その後ろミシシピテソーロ、この馬もこのグループ並んで16番ラベル。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭はライトクオンタム、インティメラートル、ほとんど差がありません。ウンブライル3番手、後続も追い上げていきます。さあ先頭はライトクオンタム、さあいよいよ直線の攻防、ライトクオンタム先頭、後続も横いっぱいに広がっている。ここで先頭はブトンドール、あと 200m ブトンドール、このまま振り切れるか、内から一気に差を詰める。アリスベリテ、ブトンドール、デマル、ブトンドール、ブトンドール1着、2着にはどうやらアリスベリテ、勝ったのはブトンドール、このレースを制したのはブトンドール。